彼女たちは皆普通の子だった。社長の娘とかナンバーワンホステスとかではない、普通の子たちだ。そんな彼女たちに僕の夢と現況を説明した。その上でこれからの学徒をサポートしてもらえるかどうかを委ねる。無理のない範囲の中で僕をサポートしてほしいと真面目に話をした。まず向こうが会いたい、応援したいと思ってくれること、そして金銭的なサポートを自ら納得し選んでくれること、そんな子たちが皆一時的でも気まぐれでもない関係だからこそ、今でもつながっている当時の女性が大勢いる。今も変わらず時間を作って会っている。まだ売れていないのにもかかわらず原石の学徒を見出し支えてくれた人たちだからだ。